人間が1日何回呼吸をするか、皆さんはご存知ですか？皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰孝明です。今日はですね、この動画撮影前にちょうどクライアントさんがいらしてですね、どんな方かというと、姿勢がちょっと丸くなっていて、簡単な運動をするだけで容易にね、息が上がっちゃうんだっていうふうなお悩みを持たれている方でした。そしてもうちょっと詳しく聞いていくと、実は呼吸が浅くてですね、夜もあんまり眠れてないよって言ったことも聞かれたんですね。まあ、夜もね、あまり眠れてなくて息が上がりやすい、こういったところも関連性があるかなというふうには思うんですけれども、なので今日はですね、姿勢改善と簡単な運動というふうな形でセッションさせていただきました。実はここに来られる前にある整体院に通われていたみたいなんですけれども、そこの先生にですね、こんなことを言われたんです。あなたは呼吸が浅くなっていて、交感神経が高ぶっているからあまり眠れないんですよ。だから腹式呼吸を練習して副交感神経を高めて、リラックスした状態で眠ってくださいね、というふうな指導を受けた。待て待て待てと僕は思ったんですね。はい、もちろんその理論っていうのは、教科書にももちろん載っていますし、正しい情報だと思うんですけれども、本当にその方法がそのクライアントさんに合っているかどうかっていうのはちゃんと確かめなきゃいけないなって思うんですね。努力する方法が間違っていれば、どんなに努力しても向かう目的地が違いますよね。結構こういう話ってあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、リラックスするためには腹式呼吸がいいですよっていうふうに言われていて、胸式呼吸はあんまり良くないよっていうふうに言われることが非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、今日皆さんにお伝えしたいのは、腹式呼吸と胸式呼吸それぞれにちゃんと役割があって、使い分けをできるようにしていくっていうのが重要だよっていう点をお伝えしていきたいなというふうに思っております。冒頭でですね、人間が1日何回呼吸をするかっていうような話をしたんですけれども、人間はですね、1分間で15回から20回平均で呼吸をするというふうに言われているので、まあ、仮に1分間20回だとするとですね、1日2万8800回の呼吸をすることになるんですね。2万8800回ですよ。結構な数だと思いませんか？なので、この呼吸を正しくするのか、間違った方法をするのかによって、ものすごい開きが出てくるの分かりますよね。1日だけだったらまだいいと思うんです。これが1週間、1ヶ月、1年、5年、10年で続いていった先にはですね、ものすごい数の、いい刺激が加わるのか、悪い刺激が加わるのか、これはですね、大きな違いが出てきます。なので、呼吸の正しい知識っていうのを持っていただきながらですね、どういった時に自分の呼吸をこういう風にしていったらいいんだな、みたいなね、知識をですね、しっかりと身につけていただきたいなというふうに思っております。知らないってね、すごく恐ろしいことだなというふうに思いますので、そういったですね、情報を正しく判断できる能力というのも同時にね、皆さん身につけていっていただければと思います。それではですね、まず皆さんの呼吸パターンと呼吸の回数をチェックしていこうと思いますので、まず皆さんどちらの手でも結構です。片方の手、胸に当てます。もう片方、おへそぐらいですね、お腹に手を当てていただいて、リラックスしながら通常の呼吸をしてください。そしてこの時にですね、確認していただきたい点が2つです。1つは回数ですね。そして2つ目がですね、胸に当てている手、お腹に当てている手、どちらの動きがメインで動いているかな、そんなことを確認しながら20秒間目をつむっていただいても結構ですので、皆さんリラックスして呼吸をしていきましょう。それではスタートします。はい、結構です。皆さんね、何回でしたかね。回数まず数えていただいた数字にかける3をしていただいて、まず通常を出してみましょう。20秒間かける3なので、これで1分間の大体の概算ですね、数字が出ます。平均が15から20なので、それより少ない人は比較的呼吸が深くて、呼吸数がね、少ない方です。逆に20を容易にオーバーしてしまっている方は呼吸が浅くて貧呼吸になっているっていう傾向がありますよというのを、まず自分自身で認識をしてください。
そして胸の前に当てた手、お腹に当てた手、こちらが大きく動いた方、胸がね特に大きく動いたよという方は胸式呼吸のパターンが強くなっている方です。そしてお腹がですねより大きく動いたよという方は腹式呼吸がメインになっている方、もちろんどちらか一方でなくて両方がね動いているよという方ももちろん多くいらっしゃると思います。逆に一番良くないのはもう全然動けませんでしたっていう人はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。これはですね1回の換気量を少なくして回数でなんとか担保しようという風な戦略の方っていうのは、あまりここが動かずに、回数だけ増えているという方が多くいらっしゃいます。胸式呼吸と腹式呼吸でいうと、腹式呼吸っていうのはですねやはり冒頭にもお伝えしたようにリラックスだったりとか落ち着いている時ですね、副交感神経を優位にしたい時っていうのに向いている呼吸方法なんですね。というのも腹式呼吸というのは横隔膜が下にくぐっと下がることによって胸郭の内圧を低下させて、その分肺を膨らませて空気が入ってくるというふうなシステムです。よくこういう瓶にですね下にゴムがついていて中に風船があって、ゴムをピュッて下に引くと風船がこうやって膨らむようなんですね、実験見たことある人もいるんじゃないかなと。もそのようなシステムで呼吸っていうのは腹式呼吸っていうのは動いています。なので胸郭の関節運動っていうのがほとんどない状態で呼吸が完了していたり、動員される筋肉が少なかったりするのですごく楽にできる呼吸の一つでもあるんですね。なので寝る時とかに副交感神経が優位になっていたりするとスムーズに眠れるっていうところでは、先ほどのね整体師さんのおっしゃってる内容っていうのはすごく正しい内容かなというふうに。逆に胸式呼吸というのはぐっと胸を広げて吐いていくっていうので、よく運動をしている時の息が上がっているのを改善させていく、あとはですね緊張を高めて興奮させていく時にっていうような呼吸の一つにもなります。普段の呼吸の中では腹式呼吸を優位にさせていくことというのはすごくいいことではあるんですけれども、猫背を解消するための呼吸エクササイズ、エクササイズとして見た時の呼吸に関してはですね、胸式呼吸の練習をしていくことで姿勢が改善していくということがあるんですね。胸式呼吸というのは外肋間筋だったり斜角筋、胸鎖乳突筋などで胸郭ですね、肋骨をぐーっと広げて、そして肺に空気を送り込んでいくというようなシステムで動いているんですね。なのでたくさん筋肉が動員されるというのもそうなんですけれども、一番は胸郭がぐっと開いていく、ここがすごくポイントなんですね。特にですね、この肋骨の上の方ですね、呼吸で息を吸っていくときにはこういう上がり方をするんですね。実はこれはポンプハンドルモーションって言います、専門的には。そしてこの動きをするときに後ろの方では何が起きているかというと、肋骨をぐるっと回った後ろにはですね、ここの背骨に肋骨がついているんですね。なのでここで上位の上にある肋骨がぐーっと上がるとどういうことが起きるかというと、いわゆる背筋が伸びていく方向に動くのが分かりますかね。ここからこう上がっていくので自然とここは反っていく方向ですよね。猫背の方は逆に丸まってしまっていることが多いので、ここからぐーっと上げていくことっていうのが重要になります。なのでこの胸式呼吸をうまく使うことによって猫背を改善していくことができるんじゃないか、そんなですね呼吸のエクササイズを次回の動画ではお伝えしていこうと思います。呼吸っていうのはねすごく楽なように見えるんですけれども、意外とちゃんとやるとエクササイズになるね、すごいいい運動になりますので、ぜひ次回の動画もご視聴いただければと思います。楽しみにしてください。その他にもですね、結構呼吸って奥が深くてですね、呼吸だけ語ろうと思っても本当に1日では足りないんじゃないかっていうぐらい深いんですね。吐き方一つとか口の形一つとか、二酸化炭素酸素の換気の量がどうじゃこうじゃ、実はそこに脳が関わってて延髄が中枢になっててとか、ものすごく実は細かいところの話まであるので、その辺はちょっと皆さんからの要望を受けてですね、もうちょっと細かくお伝えしていった方がいいなというところに関してはこのチャンネルでもですね少しお伝えしていこうと思っておりますので、もし皆さんご要望があればですね、下のコメント欄にですねいろいろとご記載をいただければですね、答えられる範囲で答えていこうと思いますので、はい、
中にはですね、理学療法士さんからもうちょっとね、細かく筋肉のことというふうなお話もいただいていて、できるだけね、答えていきたいなというふうには思っているんですけれども、なかなかね、細かすぎるところだとですね、動画では伝わりにくい部分もあるとは思うので、はい、極力ちゃんとですね、皆さんにお届けしていけるようにしたいなというふうに思っております。今日の動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを、またですね、チャンネル登録がまだの方は、次回以降の動画がですね、お見逃しないようにですね、チャンネル登録をしていただければと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。